本日の動画は案件です。よろばにゃせよ、どうも、通りすがりのおかまこと、ゆうやみにだー。みんな久しぶり。コロナも無事しっかり完治し、YouTube へ舞い戻ってまいりました。みんな元気してた？私はご覧の通り。はい、今回の動画は、カンドラ沼のあなたにこそおすすめしたいお得な動画配信サービスをご紹介。ちょいとそこの奥様、知るだけ無料やんか、こんなサービスあるんやってお得情報ちょっと聞いてて。それでは早速本日ご紹介させていただくサービスがこちら。2020年8月から Amazon プライム会員限定で入れるサービスとして開始したチャンネル系。初めて聞きましたわって人。そりゃそう、サービス開始してまだ2年も経ってないのよ。なのにカンドラ沼入りたての方からベテランの方まで、さらにはお隣 K-POP 沼の方にもおすすめできる万能型サービスとなっております。拍手。このチャンネル系、現在50作品強の数を配信していて、カンドラベテランのみんなにとってははっきり言って新鮮味には欠けるかもしれやん。え、入るメリットあるって思った皆さん、もちろんメリットあります。韓国エンタメ界を牽引する俳優様たちの初々しい姿を拝みたい方、他の配信サービスでは視聴できないここならではの独占作品を見たい方、そんなあなたにはメリットの大渋滞。では私からチャンネル系のおすすめポイントを一挙ご紹介。まずある程度の王道カンドラを見終えて、次の作品何にしようかなって悩んでる方におすすめしたいのが、カンドラの歴史を作った豪華作品のラインナップ。あのヨン様主演不朽の名作冬のソナタ、ヒョンビン様主演最高視聴率 50.5% という異次元な好成績を残した私の名前はキムサムスン、韓国時代劇の歴史を変えたと言われているチュノ、その他にも、コンユ様、ソージソプ様をトップ俳優へと導くきっかけとなった、コーヒープリンス1号店やごめん愛してるなど、カンドラの先駆者のような作品が全て視聴可能。この今挙げた作品を含め、チャンネル系配信コンテンツは、Amazon プライムに入ってるだけじゃ視聴ができないの。はい、じゃあ皆さんいきなりですが、カンドラあるあるご紹介させていただきます。韓国ドラマ、だいたい3話くらいから面白くなる。そんなカンドラ沼の心を読んでか、チャンネル系では一部の作品を無料で5話まで公開中。2月25から3月31の期間は、太陽を抱く月、トンイ、私の名前はキムサムスンの3作品。4月以降も毎月特定の作品の冒頭話を無料で公開してくれているので、まずは無料で作品のイメージをつかんでみて、続きが気になったら登録してみるっていう手もありね。さすがに5話まで見れば面白い作品か判断できちゃうからね、粋な計らいだわ。そしてそしてそして、皆さん気になる料金についてご紹介。なんとチャンネル系、月額料金はたったのワンコイン500円。レンタル制度もないので、月額以外に一切課金なしで、サービス内の作品すべて見れるのは嬉しいわよね。でさ、ワンコインとはいえ、いきなり登録するのはハードル高いなっていう人もいるよね。はい、朗報です。チャンネル系、無料期間あります。最初の2週間は無料で登録ができちゃうので、5話まで無料で見て、続きが気になったから加入したのに、結局2週間無料で見れちゃうのよ。懐でかすぎ、助かる。じゃあ次のおすすめポイントを紹介したいんだけど、カンドラ見れば見るほど、私の推しって普段どんな感じなんだろうっていう感情がみんな湧き出てこない？私もパクソジュン様を旦那として迎え入れて以来、ドラマだけじゃなくバラエティとか、ましてやファンミーティングとかまでチェックしちゃってるけど、そんな私たちにぴったりなサービスでもあるのよ。いろんなサービス独占配信って歌って、そこでしか見れない作品があると思うんやけど、チャンネル系はあえてドラマじゃないところに力を入れてるのが面白いところ。俳優様のファンミーティング、メイキング、ドラマのインタビューまで、キャストの素顔が垣間見えるコンテンツがたくさん配信されてるの。例えば、晴れてリージョン職種と愛の無事着されたユンセリー。失礼いたしました、ソンイエジン様のファンミーティングとか、ジレッタイロマンス、結婚作詞、離婚作曲など、多くの注目作品に出演されてきたソンフン様のファンミーティングとか、他にもここでしか見れない貴重なコンテンツが配信されてるから、ぜひチェックしてみて。ソンイエジン様に関しては、愛の不時着放送終了直後のファンミーティングらしくて、ドラマの裏側とかも語ってるらしいので、これを見たさに私は登録しちゃいました。さらに、現在、ウードファン様除隊記念特集と評して、これまでの出演作やインタビューとかがホームページで公開されたりしてるの。入隊直前のナムジュヒョク様とか、除隊寸前のパクボゴム様とか、今後も私たちの推しを特集してくれるのかもって思うと、つい登録したくなっちゃうわよね。はい、それじゃあ最後のおすすめポイント。カンドラだけじゃなくて、K-POP の沼にもハマってるよっていう方多いよね。
チャンネル系 K-POP に関するコンテンツも配信していて、あの有名な歌番組 SBS 人気歌謡は毎週配信。人気上昇中、美しかった私たちで主演のキム・ヨハン君が所属している WE-I のショーケースなど、K-POP 界を牽引してきた第2世代から、デビューして間もない個性派揃いの第4世代まで、幅広いアイドルの今を知ることができます。さらにアイドルが出演しているドラマの独占配信もあったりするので、韓ドラと K-POP の掛け持ちをしている方、K-POP 界隈にも足を踏み入れてみたいなっていう方にはとても魅力的なんだよね。いかがでしょうか。まとめると、チャンネル K は Amazon プライム会員限定で加入できるサービス。作品数はこれから増えていく中、すでに韓ドラ普及の名作が勢揃い。一部対象作品は5話まで無料で見れるので、イメージをしっかり掴んで加入するか検討ができる。料金は月額たったワンコインにもかかわらず、2週間の無料期間もついてくる。そして俳優様の素顔が垣間見える独占作品のラインナップ。韓ドラだけでなく、K-POP ファンならより楽しめるコンテンツの数々。以上、ゆうやんネットショッピングのお時間でございました。ご加入を決めたそこの奥様、この動画の概要欄を開いていただくと、なんと今だけすぐ登録に行ける URL とホームページを掲載中。気になった方はぜひチェックしてみてください。はーい、やっとカンドラ情報発信完全復活。もうお知らせしたいことがたくさん。これからの活動がめっちゃ楽しみやわ。3月はみんな私と一緒に楽しむ準備しててね。では次回の動画は大変お待たせいたしました。また来週ー。